カラス天狗像ガラス天狗像ガラス天狗像ガラス天狗またはカラス天狗は大天狗と同じく山伏装族でカラスのようなくちばしをした顔をしており、自在に飛翔することが可能だとされる伝説上の生物。小天狗、青天狗とも呼ばれる。カラスと名前がついているが、猛筋類と似た羽毛に覆われているものが多い。剣術に秀、クラマ山のカラス天狗は、 幼少の牛若丸に剣を教えたとも言われている。また、人頭力にも火入れ、昔は戸まで降りてきて、猛威を振るったともされる。中世以降の日本では、天狗といえば、猛金類の姿の天狗のことを指し、花の高い天狗は、近代に入ってから主流となったものである。絵画では、平安時代末期の上皇巣徳院が佐抜きに流され、怨霊となって現れる場面で、 カラステングに似た姿で描かれることが多い。和歌山県五房市ではカラステングのものとされるミイラが図紙に入れられて保存されている。江戸時代から明治時代にかけ、主言者たちがこれを担ぎ、利益を解きながら諸国を回ったと言われる。ただしこれは2007年に保存事業の一環として行われた調査の際、トンビと見られる鳥の骨と粘土で作られた。 人造物であることが判明している。もっとも、天狗のミイラに関しては科学鑑定がなされる以前にも、怪奇的な意見があり、平賀県内の天狗独路鑑定演技ではそもそも不老不死とされる、天狗の骨がなぜあるのだという意見を問うものも、あったということが記されている。天狗は、一説には仏法を守護する八部衆の一、カルラが変化したものとも言われる。カルラは、 インド神話に出てくる巨鳥で金色の翼を持ち頭に尿意防止をいただき、常にカエムを吐き、竜を常食としているとされる。奈良の幸福寺の八部修造のカルラには翼がないが、京都の三十三県道の二十八部修造のカルラは一般的なカラス天狗のイメージそのものである。ありがとうございます。